愛の社金子でございます。ということで今日なんですけども、お魚を買いに市場にやってきました。今日狙いの食材はあるんですけど、まあそれ以外にもね、いいなと思った魚があったら買っていきたいと思います。まあ本命もあるけど、まああんまり物が良くなかったら別のプランに変更したいと思います。まあノープランですね。じゃあちょっと見ていきましょう。うわ、早速本命があるわ。これタラの白子、すげえうまそう。これでね、作りたい料理があるんですよ。できれば丸のタラが欲しいんですけどね。あ、で珍しいのがある。これ分かる人います？この魚、これ珍しいよ。一見カツオとかマグロに見えるんですけど、これハガツオって魚ですね。これもまたうまいんですよね。今日今ね7時なんですけど、ちょっと遅めに来ちゃったんですよ。いや意外にありますね、7時でも全然。うわ、白子すごいたくさんある。うわ、めっちゃいい赤ムツがある。赤ムツ、その横が白アマダイかな。で、アマダイと、いいアマダイだな。で、その横がキンキ。うわ、カニもね、こうやって売ってますね。カニがいっぱい。こんにちは。サンマ、1尾480円。アンコウも出てきましたね、アンコウも。うわ、でっけ、でっけスズキ。これうまそうだな。美味しそうな本命丸ですね。その上がまたハガツオ、キツネって書いてあるけど、これキツネガツオとも呼びますからね。うわ、ウニの殻だって。え、ウニの殻だっけ。なんか器とかそういうのに使うようにだな。1個170円で売ってんだな。でもタラがね、ないんだよね。丸のタラが、ほら。うわ、アイナメだ。アイナメもいいな。うわ、めちゃいい小豆マスおるよ。これうまそうだな。何この貝、この毛がいっぱい生えたホラガイみたいな、ちょっと変わっとるね。あー、ここにも白子があるな。白子があるけど狙いのタラはいないですね。で今日やたらスズキが多いですね。これこんなすげー大きいやつ。この赤ヤガラもいいな。イケスはどうかな。イケス、おー、いっぱい入っとるよ。イシダイに、アズキマスに、イシガレイに、で下に行って、でクエとヒゲ剃りが入ってるのかな。お、ここ珍しいカニがおるよ。ホラガニがおって、その奥のイガイガが、イガグリガニ。え、めっちゃうまそう。新物の45入りの塩サンマ。へえ、これ下手に生サンマ食べるよりこれ食べた方がうまいですよ。でこの箱にね、こうやって45入りって書いてあるじゃないですか、45って。でこの数が小さければ小さいほど大きいサンマってことですね。昔はね結構40入りサイズとか売ってたんですけど、今40入りはないですね。45が最大ぐらい。これ45もなかなかないけどね。これ美味しそう。もう一緒まあちょっと丸のタラはやりたかったけどもうないんで、まあ、白子直接買いますわ。もうそれしかない。これがいいかな。この店のやつがものすごくいいですね。これがこいつ、これ2キロぐらいもらっていきますか。すいません、この菊を2キロ。白子2キロ、はい、白子、まあ白子だけでいいかな。うん、よし、とりあえずあれ買って帰りたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいま、ということで帰ってきましたと。残念ながら丸のタラはありませんでした。まあ、丸の状態で白子入りのタラを売るメリットがそんなないんだよな。白子って早くお腹の中から取り出してあげた方が鮮度維持ができるんですよね。ずっと入れとくと他の内臓の匂いが白子に移っちゃうんでね。なんで丸のタラってなかなか注文じゃないとね、買えないんですよ。なんで今年はね、白子このような形で買ってきました。2キロ買ったんですけど、2キロがどのぐらいあるかお皿に移してみましょうか。よ、おお、いい白子だな。ほんと白子いっぱい売ってましたよ。ちゃんと潰れないようにトレイ2つに分けてくれました。うわ、これ最高ですね。これとで、あと白子ポン酢も作りたかったんで、綺麗なこう小ネギ、朝月っていうんですか、すごく綺麗ですよね。こういうのはああいう市場行かないと売ってないんですよね。スーパーではまず売ってないです。で、あとカボス、これもね1個単位で買いました。便利。ほんでほじそ、立派なほじそがありますよ。綺麗なほじそ。今ほじそ高かったっすね。あんまね取れてないですって。これはほじそもあしらえとして綺麗ですけど、お醤油とかにちょっと落としたり、お寿司にちょっと乗っけたりすると、このしその風味がしてとても美味しいです。綺麗だけじゃなくてね、とっても美味しい。ちゃんとしその香りもするお花です。あとはこういう紅立てとかお花とかこういうのも売ってます。で今日使うこれ長ネギ、これもいいもの買ってきました。よし、そしたらじゃあまずは白子の仕込みからしていきましょう。わー、いっぱい買ったな。
そうしたら今日はこの一ブロックでこと足りるでしょう。そうしましたらこちら一度洗っていきます。お水にボチャンと入れてちょっと一回軽く洗います。で捨てて、で新しいお水で、もう一度白子を入れて、でここに日本酒を少しで、お塩で、ぬめりと臭みを落としていくと。よし、OK。そうしましたら白子を食べやすい大きさで切っていきます。で白子っていうのは白いひだひだの下にあるこういう筋でくっついてますんで、この筋を切ってあげると、パスッと食べやすい大きさで切っていくと。だいたい一口サイズこのぐらいですかね。こう持って筋を切るイメージ。ほんでこの筋のところはちょっとコリコリとしてます。なので滑らかな白子が好きな方はこういう筋はね切って取ります。こう落としたらこうですね。でこういうのがこうやって残ったらここを落とすと。でこれ取っちゃう。今日は麻婆豆腐なんで滑らかがいいんで筋も取っちゃいます。完璧には取れないんですけど、完璧に取っちゃうと全部バラバラになっちゃいますんでね、余った部分の筋とかは取っちゃってもいいと思います。こういうとこですね。こういうとこはこうやって切っちゃう。はい、一口サイズに切れましたらこれを一度湯引きしていきます。そしたらまずは氷水を用意します。そしたらザルに白子を乗っけて、で白子を入れていくと、ふわふわっと、もうだいたい10秒から15秒ぐらいですね、沸騰したお湯にくぐらせていきます。でこういう風にキュッとなったら OK ですね。はい、こんな感じ。そしたら氷水に落とすと。うまそう。はい、これで白子の仕込みの完成ですね。一度ザルにとって冷蔵庫に入れときましょうか。そしたら今日の麻婆豆腐に使う主な食材こちら、せーの、鶏ガラスープ、豚ひき肉、絹ごし豆腐、長ネギ、ニンニク、ブラックペッパー、一味、水溶き片栗粉、トウチ、紹興酒、山椒オイル、ラー油、甜麺醤、ピーセン豆板醤、醤油、太白ごま油ですね。ちょっと量が多いですね。ネットで調べたプロっぽい方が作ってるレシピを参考にしたいなと思います。まず工程としては、このひき肉を使って肉味噌を作ります。ちょっとピリ辛の。で、肉味噌を作って、次にタレを作ります。で、そのタレを作ったら、そこに肉味噌、そして白子とか、お野菜とかを入れて、麻婆豆腐を仕上げていくという工程でございます。さあ、ちょっとね、中華は本当に僕、専門外なんでうまくいくかわかりませんけど、やってみたいと思います。麻婆豆腐に白子が入ることによって、もう絶対うまいと思うんですよね。なんでやっていきたいと思います。で中華って火をつけたらもうどんどん次の調味料を入れていかないとダメなので、いろいろこういう風に小皿に入れて用意しておきます。そうした方がシュッ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 と入れれるんでね。じゃあまず肉味噌の用意ですね。豚ひき肉 100g と、あと甜麺醤を大さじ1入れます。これはチューブ状なんでピュッと入れるだけですね。ほんでこれ紹興酒ですね、小さじ1で、お醤油も小さじ1用意しておきます。よっと。で、塩コショウもこのまま入れればいいと。よし、じゃあまず肉味噌作っていきます。まず中華鍋に火を入れます。で、煙が出てきたらそこに油を注いでいくと。ちょっと多めの油。バーっとね。そしたらこうやって油を馴染ませていきます。ツヤツヤな鍋でやらないと食材がくっつきまくっちゃうんでね。ちょっとこのフライパンはまだ5、6回しか使ってないんで、油が馴染みきってないかもなんで、多少はくっついちゃうかもしれないですけどね。よし、そしたら油を一度お皿に移しとくと。はい、これでツヤツヤフライパンの完成。そしたら新しい油をちょこっと入れます。でここに豚肉で炒めていきます。でここに胡椒パッパッパと。ここに甜麺醤大さじ1。うん、いい匂い。でそこに紹興酒で、お醤油はい、火が入ったら、はい、これでピリ辛肉味噌の完成。
これはお皿に移しておきます。めちゃめちゃうまそう。え、ちょっと上手にできたんじゃないこれ。でフライパンを水でさっと洗います。で水気をさっと取っておきます。でもう一回油ならしします。そうしましたら次は長ネギですね。長ネギのこの白いところを使います。みじん切りにしていきます。そしたらお水にさらしておきます。はい、次はニンニクですね。2かけらぐらい入れましょう。ニンニクはあれば国産がいいですね。香りが全然違います。で、すりおろしていきます。はい、ニンニクすりおろせました。次、こちら豆板醤。今日はね、豆板醤でもうピーシェン豆板醤ってやつを使います。この豆板醤がね、すごく美味しいみたいですね。これを大さじ1。ちょっと多いか、まあいいや。そして一味唐辛子、ほんでラー油。今日はこの石垣島のね、ちょっと辛みの強いこのラー油を使っていきたいなと思います。この下にとごってるものも入れるとすごく香りが出てうまいらしい。これを大さじ1。よし、うわ、うまそう。これドロドロ具合最高ですね。ほんで鶏ガラスープで、トーチのみじん切りで、ここでもお醤油が入ります。お醤油が大さじ1ですね。大さじ1はこのぐらいと。でブラックペッパーと水溶き片栗粉を用意しておくと。でさっき作ったこちら肉味噌ですね。でちょっと紹興酒も入れると。でこれだけ揃えば、まあ大体タレはできますと。次は豆腐ですね。お豆腐をよいしょ。ちょっとこれ大きいので半分に切って、今日半分でいいや。あくまでも白子がメインなんでね。でも白子だけだと多分寂しいんですよ。絶対豆腐も入った方が口の中でしっかり交わって美味しいと思いますんで、豆腐も入れます。横にスライドシュッで、縦に1本シュッとで、真ん中で1個シュッとで、まあ、大体3等分ですね。ここで1、2、3と1、2、3と、はい、こんな感じ。そしたらこれをお湯で茹でていきます。そしたら豆腐を湯がいてる間にタレを作っていきます。さあ、こっからめっちゃ忙しいですから、まずは油を少し、はい、油が熱しましたらこちらニンニク、そして豆板醤で、一味バーッと入れます。これでしっかり炒めます。切れないように、はい、OK、 火を止める。これでしっかり香りが出ました。で、ここに鶏ガラスープ、これを入れていきます。まあ、お玉一杯ぐらい、ガッとで、なじませなじませで、で、グツグツしてきたらそこに最初に作った肉味噌ですね、こちらを入れていくと。で、ちょっと紹興酒、で、お塩をひとつまみ。よし、豆腐がいい感じ。こちらですね、豆腐を湯切りします。はい、そしたら茹でた豆腐をここに入れます。で、豆腐が崩れないようにお玉の丸い部分で絡めていくと。うわ、うまそう。麻婆っぽくなってきた。で、そこにお醤油で、胡椒、パッパッ、ごめんなさい、僕ラー油入れるの忘れてた。ラー油を早い段階で、油の段階で入れなきゃダメでしたね。なのでちょっと鍋肌に当てながら、よっ、よし、まあいいや、そういうこともある。そしたらここにネギ、で、お塩で、ここに水溶き片栗を入れてとろみをつけます。よっと、
と強めにとろみをつけると。はい、そこに仕上げのラー油をさっと、そして山椒が好きな方はこれ山椒オイルですね、山椒オイルも少しさらすと、さっと豆腐が崩れないように混ぜ混ぜと、お、いい感じで、ここに最後に化粧油ツヤ出しで少し入れます。さーっとね、トーチ入れ忘れた。うわ、これもちょっと早い段階で入れた方が良かったな。ネギとか入れる段階の時に入れた方が良かったんですけど、ちょっとまあちょっとこういうこともある。よし、トーチもしっかり入れて、いや中華ってね、こう急いでやんなきゃいけないから焦っちゃうね。でもめっちゃ楽しいな中華。はい、こんな感じでどうでしょうか、麻婆豆腐の完成。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。こちらが麻婆豆腐ですね。途中までで、あ、白子入れないのって思いましたよね。やっぱ白子のこの白さ、これを生かしたかったんで、後入れの炙りでやってみました。豆腐はもうしみしみです。この油の感じね、うまそう。中華っていうのは油が命ですからね、ちょっと多いんじゃないのかなっていうぐらい油使った方がなんか上手にできる、そんなイメージがありますね。でこちら白子ポン酢ですね。これはもううまいでしょ。白子ポン酢からいきますか。ほら、もうね、新鮮そのもの。もうさっき買ったやつですから。もう、なんなら今日の朝、タラのお腹から出てきた白子じゃないかな。では、いただきます。うめえ！あ、このね、薬味がいいわ。お店の味がする。臭みも全くない。タラの白子ってうまいよな。本当に冬の味覚って感じですね。ではでは、よし、これいきましょう。麻婆豆腐、小皿に移しますか。まずこの豆腐と、そしてこの白子、ここね、タレもね、しっかりこうやって絡めていきたいですよね。おそらく結構辛いです。それがいいんです。ではこの豆腐とこの白子、そしてこのタレと、ここで一緒でいきましょう。いただきます。おぉ、おぉ、うんま、あ、めちゃくちゃうまいけど。うわ、いい辛さだ。うわ、この白子のクリーミーさ、そしてこの麻婆豆腐の山椒がガツンと効いた深みのある辛い旨辛のこの肉味噌ソースっていうんですか、これとよく合いますね。で、口の中に入れた瞬間、まずこの豆腐がとろっと溶けるんですよ。で、豆腐がとろけて、で、豆腐とこのタレが一体化します。で、次に白子が潰れて、この白子の旨味と、この何とも言えない風味が、口の中で一つになるというかね。これはうまいわ。でも、麻婆豆腐の一番うまい食べ方って、僕絶対これだと思うんですよ。あったかい白米にかけちゃいたいんですよね、こうやって。で、白米と一緒にこういきたい。いただきます。うわ、うますぎる。ちょっとハプニングはありましたけど、めちゃくちゃ上手にできたじゃん。うまっ。あ、ほんでこれね、
白子もっと入れてもよかったかも。めちゃくちゃうまい。合う。これでこうですよ。間違いなく朝から食べるものではないんですけど、これはうまいわ。これお金取れる。もし俺 YouTube ちょっと休憩してお店をやろうってなったら、これ冬のメニューに絶対入れたいな。このサイズでライス付きで1800円ぐらい。赤字覚悟でも出したい。これはそんな味。ただかなり辛いので、辛いの好きな方限定ですけどね。はい、ということで今日はこちらの白子入り本格麻婆豆腐ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。この辛さには銀色でしょう。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ。合うな。こう喉がヒリヒリっとしてて、顔面汗ぶわー吹いてる状態に、このキンキンに冷えた銀色、最高ですね。料理って楽しいね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は朝一で買った新鮮なプリプリのタラの白子を使って、タラの白子の麻婆豆腐作ってみましたけども、いや、美味しかったですね。合います。丸のタラが1匹入んなかったのはちょっと残念なんですけどね。また1匹丸ごとのタラは注文してまた動画にしたいと思います。今日はね、楽しかった。本当に料理してるって感じしました。で、中華は本当に奥が深いですね。また少しずつ中華も勉強していきたいと思います。中華料理って海鮮にめちゃめちゃ合うんでね、マスターしていきたいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。